待たせたな。アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？それが俺のクリエイターコードだぞ。それじゃあ動画へ、レッツラッゴー。さあ、しかし上から入ってきた、やばい。しっかり耐えている。さあ、107、うまい。もう一人やっていきたいが、ここ当たらない。壊して、後ろに戻る。ダラゼル一人。さあ、メディキを巻いていく。いやーでもこれきついね、さあ回復は間に合うが、さあこの後目の前打っていくが当たらない。さあ資材はゼロ、入っていって倒していきたいが外してしまう。あーでハイグラは、さあローグラウンドキング、さあローグラキングがハイグラを取っています。さあシュートがまだ生き残っている。さあシュート残り1人ではない。さあ回復入って、さあキャベツ食べて、さあまだアンチ内にいるが、さあアンチ内入ってくことができるのか。うわ、これハイグラ殺したらいけるよ。ジャンパー使ってハイグラ行く。3人いるよ。しんどくない、うん、壊れてない。さあハイグラ取っていく。残り資材23個。いやー上取られたくない。さあシュート緑ポンプじゃさすがにしんどい。ハイグラのローグラキングたちがさあ下に降りてきた。さあ1人やって残り 3v1。さすがに勝てるわけもなく、ローグラウンドキングビクロイクオリファイおめでとうございます。さあ真空やられて、さあラゼル一人になってしまった。ない、いやこれはしんどいな。ルクの写真もあるし、お顔やんちだからもう周りやるしかないね。どっか、そうね。さあ一応回復していくが、さあ頑張って生き残っているけど、うまい。さあ一人いいよ、ボスを倒して、さあ目の前かっきるー。まあそうな、今のは。さあこれいっぱい来るぞ。ここおいしすぎる。それ倒したら70 EM。 いやまずい、倒しきりたい。うわー上になんか死体があるが、目の前100。うまい、うまい。ラゼルさんとリュウちゃんかな、これは。そうね。さあ2対1、うまっ。おうやば。え、キシーをさ倒して、そこはもう行くしかないので倒しに行く。さあ一度アンチ内に入って、でもこれライルが来るが、さすがに倒して、さあマッシロンキング、うわっ、おっと、何のアクシデントもなければ負ける。人気巻いて、お巻いたわ。おお勝った。さあ真空がやられてしまっている。さあ目の前復活のケンタチャンネル。さあここはティーベル倒してゲット。ハープンが出資材を取っていきます。さあ目の前のカラヘト。さあ後ろ戻りアンチ。さあアンチの神様に疲れている。さあシュート。さあ一人行動で移動しているが、さあ味方と合流。チャグスプ1個もらって、さあ真横に敵がいるぞ。まずい1人、タカちゃんを撃破。さあしかしローグラウンド先端は取られている。一度横から出たいが大丈夫かそれ。さあ大きく回って移動していく。目の前倒すが、うおー味方がやられたら上一気にフォーカスもらえそうだね。さあメディキもう1個置いて、いや3回いけるワンチャン。3回いけるな、一番最初やっ、そうね、これは撃たれたら終わる。いやこれやばい、これ落とされたらやばい。うわっ、さあネフライトさん資材がない。まずいまずいまずい、絶対勝ちたいこれ。いやでも1回は負ける、1回は負ける。いやえ、いやマジで本当にもう、あ、食べ進めるのやめたらその時点で終わる。でもいけないね。うん、さあネフに、ネフに、うわこれ、うわうわ、これは悔しい。さあシュートも生き残っている。いやシュート。さあ下からのカウンター。さあ回復もメディキが4とキャベツが渡していくが足りない。さあメディキを巻いていくでしょう。さあ上でハイグラを落とし合っている。さあ2パーティー落とし合ってるね。さあその下にシュートたちだが、さあ目の前ネフライトさんを落としていく。さあシュート、ここは倒すが、ハープンガンで取れるか。さあ目の前、さあちょっと炎ダメージが痛すぎるが、ここはもう突っ込んでいくしかない。一気にやられて、さあ倒されてしまった。さあコアが生き残ってるが、ローグラなので登らないといけない。さあキャベツ3つじゃ回復勝負はできません。さあできるだけダメージを受けないように。さあアンチード行っている。さあ一応上の方には乗れた、だがハイグラの人間が強すぎる。ケンタチャンネルハイグラ強いです。これさあ下でコアたちはやり合っている。
さあ、かっきり入れて。これは登れない。さあ、エリア9、フォーカスの覚醒が下で足を引っ張ってる中、上から3人で打ち下ろすだけ。戻りアンチだが、これはしんどい。ワンボックス突っ込んでいく。倒すが、キャベツは3個。 1v3。 さすがにこれはしんどいか。厳しそうな印象はあるな。一応回復を撒いている。さあ、下に降りる資材もある。バレてしまった。あとはやら出ていく。ワンチャンかけて突っ込むが、勝てるわけなく。ケンタチャンネルのチーム、ビクトリーロイヤルクオリファイ、おめでとうございます。いや、リフレッシュ必要だなこれ。さあ、でもアンチ一番後ろなので、一気に撃たれたら一気に詰まってしまう。さあ、周り見て。さあ、ここは一か八か、ローグラに降りるか。さあ、残り16パーティー。さあ、前に進んでいく。さあ、戻りアンチ、上に登らないといけない。これは運が悪い、シンクたち。さあ、フロッパーをシンクに上げて、さあ、ここ登っていきます。これは運がねえな、マジで。そう、一回下に行って上に行くアンチはね、無駄に資材なくなるからな、やっぱ。さあ、ファイヤー一気に前の方アンチ作って。さあ、シンクたちと合流。さあ、残り14パーティー。さあ、シュートも敵を倒している。さあ、シュートどこだ。さあ、シュートまたもや一人。きついな、シュート。さあ、残り一人で。さあ、移動している。目の前にはゴールドクレメンス。さあ、だがだいぶしんどいぞ。資材も残り5枚。さあ、ファイヤーたちいけるか。さあ、後ろに、さあ、カワシーがいるぞ。ここは一発あって、ラセール倒せるか。さあ、ここはダメージあまり食らわずにアンチ移動。残り11パーティーある。それやれれば。さあ、しかしここはさすがに戦いません。さあ、目の前に進んでいく。下からのフォーカスも怖いところではあるが、さあ、しっかりとラゼルが後ろを、さあ、ケアしている。さあ、ファイヤーがやられていってしまうが、さあ、ラゼルたち頑張れ。回復勝負のレベルがこう試合を経過することにどんどん上がってきてるから、やっぱこのままじゃきついところはあるよな。倒していきたい。どっかで取りたいね。さあ、しかし一人クレメンスをやって、さあ、回復はメディキだけ。さあ、前に進んでいきます。残り9パーティー。さあ、目の前のやっていきたい。さあ、エディットミスしてしまう。さあ、いい45ダメージ。一人やって、もう一人も落としていく。え、あるある。どうぞ。回復はチリ着。いや、どうだろう。いや、資材は増えた。増えてないぐらいかな。え、経済も増えてる。シンクがいい。チリ着4。いや、上どうなってんだこれ。うわ、クララさんたちが移動しているが、一番上はやり合ってる。中山きんに君たちがやり合って、さあ、シンクたちも目の前の敵。いや、もう倒すしかないな。ファイヤーズガゼルたち目の前やれればマジである。回復あるぞ。いいよ、まず一人やって。さあ、回復、回復は、うわ、めっちゃある、めっちゃある。え、やばいやばい。あるあるある。いいね、入ろう入ろう入ろう。入って渡すの、いい判断。でも、ね、位置が正確に把握できてないのがちょっと怖いですね。そうね、ちょっとローグライ来てえな。ローグライ来てえな、これ。さあ、ラゼルもう死んでいきます。さあ、シンクに回復勝負を渡して、残り4パーティー。上は上でやり合ってるぞこれ。え、悪くね。さあ、下にも降りれる。下からのトトチからの M。 いや、マジ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 。え、大丈夫。うわ、これ一度。さあ、残り3パーティー。フロッパー食べて。さあ、足りるか。チリチャグ使って、もう一段後ろになかったっけ。トトチやれれば。チリチャグ1個。いや、それダウンかっきり。いや、無理だ。さあ、残り 1v1。 敵は HP がない。攻めてきる。 HP がない。逃げ切れば勝てる、逃げ切れば勝てる。
かましたな。さあシンクたち、残り2試合でクオリファイ決めていく。いやーこれは良かった、ね、うわー良かったな。そこからまあラゼルが早い段階で死ぬのも、そうね、敵の広にならないよりも良かったし、うん、まあ、あと回復を渡す判断も素晴らしかった、ね、早かったね。だいぶもう HP 真空の方が多いから、うん、速攻渡して、いやこれはうーわー、さあ真空たちクオリファイ決めました。だってこれ来てくんねえかなあいつら、勝利者インタビューやらしてくれ。あどうも、あ来た、どうもおめでとう勝利者や。いや最後完璧やったな、ナイスラズエルも。いやこれはいやラズエルが頑張ってくれた、マジでラズエルがず、いやマジシンクも良かった、もう全員良かった、もう全員良かった、ファイアも全部震えてるもん。過去一で叫んだ。いや残り2試合でビクロイは気持ちいいだろう。さあグランドファイナル確定です、おめでとうございます。ありがとうございます。